ベッティーノ・クラク氏はイタリアの政治家。首相、イタリア社会党書記長を歴任。ミラノで反ファシスト運動に関わった弁護士の息子に出生。イタリア社会党の学生組織で当格を表し、1968年に初当選して政界入りする。この頃からウィリー・ブラントやフランソワ・ミッテラン、フェリペ・ゴンザレスやアンドレアス・パパンドレウと親交を深め。 このことはその後の彼の政権運営や外交関係に大いに役立った。1976年に総選挙で大敗した社会党の立て直しのために初期長に選出、マルクスレーニン主義が優勢であった党内退出を改め現実路線に切り替えた。1983年に社会党から初の首相に就任、賃金の物価スライド制を廃止するなど、 経済改革に取り組み長い間の停滞状態からの脱却と経済成長を実現する。また、ローマ教皇とコンコルダートを改定し、国家と教会の不干渉を確認するとともに、カトリックの国境としての地位を削除させている。外交政策でも欧州統合に取り組み、1992年のマーストリヒト条約締結への道筋をつける。クラック氏は、 1987年まで2期4年首相の座にあったが、これは1945年以後のイタリア首相ではで、ガスペリに次ぐ長さであった。しかし1990年代のタンジェントポリで、クラック氏も汚職事件に関与したとして、捜査の対象となったため、チュニジアに逃亡し、そのままイタリアに帰国することなく、ハンマーメットにて心臓発作で隠しした。ありがとうございます。